中学受験第一志望、不合格だった保護者の方へという話をしたいと思います。なお、この話を始める前に、えー、CM でございます。2月20日の夜にオンラインで Zoom の講演会をやります、えー。私がですね、直接生放送でしゃべりまして、皆さん参加いただけるというものを、えー、なぜか角川書店主催でやりますので、ぜひともご参加ください。保護者、高校生、教育関係者のための 仕事選びの超基本知識。どうぞよろしくお願いします。皆さんと話せるのを楽しみにお待ちしています。さて、男のバイブルと呼ばれる伝説の漫画、北斗の剣の三大人格者といえば誰でしょうトキ、えー、とシュート、王外だろうと僕は思いますね。あのー、荒っぽい登場人物が多い中で、かなりの人格者であると、えー。人格者なんですけど、全員格闘家なんで敵を殺めてるんですけどね。まあ、この辺り容赦ないんですが、 まあ、ちなみに、大、え、貝、ー、先生だけはですね、後継者の育成に失敗していること、は甚だしいという状況なんですけども、えー、北斗の県の三大人格者といえばこの三人だろうというふうに考えております。えー、その中でですね、えー、っとですね、この衆だけ、非常に私注目してまして、こう主人公のケンシロ郎を守るためにですね、衆の息子、柴がですね、爆死してしまうんですね。で、その後、えー、ケンシロ郎は衆に出会うんですけども、この時にまあ、 まぬ俺には言葉が見つからぬと、これ、本当は画像を引用したいんですが、まあ、著作権的に遠慮しまして、まあその、主人公の身代わりになってです、ね、この州の息子が、まあ、亡くなってしまったと、でこのことに対してこの、まあ、謝るんですけども、州がです、ね、褒めてやってください。私も今、我が息子、芝を褒めてやっているところですと。あなたは何も気にする必要はないということを言いまして、まあ、そのこう命を捨ててですねこう、活躍した息子を褒めてやったんだと。 まあそういうシーンがございまして、まあこれ文字だけじゃあれなんですけど、あの本当感動的なんでですね、ぜひこれ漫画読んでいただきたいと思うんですが、えー、中学受験でですね、第一志望に受からなかったお子さん、まさにこれではないかと私は思いまして、もうとにかくですね、お子さんは命をかけて頑張ったんです。なので、名門校入れんでけしからんという怒りが湧いてくる気持ち、痛いほどわかるんですが、とにかくお子様を褒めてあげてください。頑張ったんです。あなたも頑張りました。ということで、 えー、あなたもお子さんを最大限頑張って努力したということは誰よりも本人もあなたもよく分かってるわけですからとにかくお子さんを褒めてください。名門校入れなくて建築しょうとそういう話をしない褒めるそして残された選択肢の中から入りたい私立中学本人にとって最良の選択をしてください私は中学受験は専門家じゃない何にも分かりませんでも私が専門にしている大学受験の世界から見ればまだいくらでも逆転できます。 みんながみんな東大、京大医学部ってわけじゃないですよね。なので、そういう世界は別としてですね、別にどの中学、高校入ろうがですね、まあ、大学受験でも就職でも、その後の人生でも、いくらでも逆転できる、やり直せるっていうか、もうとにかく落ちた中学のことは忘れるんです。全員が甲子園で優勝できません、金メダル取れません、世界一のイケメン、美女と結婚できません、大金持ちもなれません、いいじゃないですか、お子さん健康なら。ということで、お子さんを精一杯、 まあ、褒めてですね。限られた選択肢ではありますが、最良の選択をする。そもそも、私立中学受験に挑戦しなければですね、世の中の92%の中学生は公立中学なんですよ。私立に行った8%だけが勝ち組なんて僕は思わないですね。もちろん、中学受験に挑戦したこと自体は、あの価値があることだと思うんで、もう全然あの悪く言うつもりはない。地方公立的な立場から見るとね、遠い世界なんですけども。ということで、えー、まだまだですね、別に大学や就職やその後の人生で、 頑張ってうまくいけばいいじゃないかということでですね。失敗や挫折がない人生なんてないと僕は思うんですよ。歴史上の偉人でも、今活躍している有名な人でもですね、みんな何かの挫折はしてるはずなんです。うまくいかないこといっぱいあります。ノーベル賞取ろうが、芸能人で売れっ子になろうがですね、何か苦しい思いい、っぱいあるわけですね。そういう挫折や失敗っていうのは、何も経験しないよりは僕は経験した方がいいと。伝説の漫画、北斗の件だとですね、この。 さっきの人格者トキがですね、他人の悲しみを知っている人は、その悲しみを自分の力に変えられるということを言ってますが、まあ、あの仏教的な話をすると、悲しみを知っているからこそ、他の人、他人を救えるんだと。これはきょですね、京都の東本願寺に書いてあったんですけど、悲しみを知るる心だけけが他人に寄り添っていけるのです中学受験で第一志望に受からないなんていうのを、12歳に味合わせるなんていうのは、大きな挫折で失敗で辛い経験だと思います。 なんでこんな悲しみを背負おうとするんだと。悲しみを背負った人間がですね、北斗の剣だと強いわけですけれども、まあ知らなくてもよかったかもしれませんけど、もう知ってしまったわけですから、お子様やあなたは、というかお子様は12歳にして悲しみを知ったわけです。誰もが中学受験で名門トップ中学に入れるわけじゃないことを、自らが挫折して味わったわけですね。で、これを恨みに変えたりするんじゃなくて、それはですね、世の中に存在している悲しいこと、いっぱいあるわけです。 自分より不幸な人いっぱいいます。まあ、そういう人に対してですね、寄り添う優しい気持ちというものが育っていくんじゃないかと。自分が味わったような気持ちっていうのを誰かも他のことで味わっているだろう。世界の他の人。まあ、そういう悲しみを知ったことで大きく成長したはずです。これは決して無駄ではありません。もちろん、第一望に入れる。それはそれで良いことでしょう。でも、その先のどこかの人生では必ず壁にぶつかるはずなんです。ということで、 お子様に伝えてほしいのは、やっぱり、そもそも、まあ、親も応援して中学受験させたわけですけど、はっきり言って親のエゴもあると思うんですよ。有名な中学入れたい。東大、京大、医学部行けるかもっていう。でも、大事なことは、親はこう思い通りにしたいわけじゃないんだっていうことを伝えてください。あなたが頑張りたいというので、まあ、応援をすると。大事なことは、あなたを愛しているということです。所詮、親は、私、僕が有名な学校に入ってほしいっていう気持ちが強いんであって、 こういう状況になっちゃった自分っていうものに対しては、有名高校入れな、有名中学入れなかったらダメなやつだと。まあ、そういう親も、そういうご家庭もあると思うんですけど、大事なことはそうじゃないんだっていうことですね。あなたを愛し、応援しているんだ。このメッセージを第一望に落ちたお子さんに今こそ伝えてください。別に、お父さん、お母さんにとっていい学校に入ってくれたあなたっていうのは、所有物じゃないわけですよ。高価な宝石じゃないんです。そして、 もちろん、今後も大変なことはあるでしょうけども、親はあなたの味方なんだよ。あなたが自立するまでずっと一緒に歩いていくんだよということをですね、マタイの福音書でも読みながら語ると。あと6年しかない。何のことでしょう。もしお子さんが遠い町の大学に行ってしまうんだったら、中学、高校のあと6年しか一緒に住めないんですね。子供と過ごす人生って長いように見えるんですよ。人間90年生きられるとして。 30歳で子供を産んだら60年も一緒にいられますかそんなことはないです。子供と毎日一緒に住めるっていうのは人生ではもう残り少ないんです。まあ今まで12年でしたけど、基本的にはあと6年しかないと考えてください。仮に大学生になって親元に住んでたって、もう疎遠じゃないですか。この中学、高校の3年間、3年、3年、最後の6年です。これは親が子供に一緒にいて何かを伝えることができる最後の6年です。究極もうあなたは、 お子さんと6年しか一緒にいられないんです。18年のうちの12年はもう使ってしまいました。ということで、時間がありません。これを、名門中高入れたんだからずっと勉強詰めじゃ僕もったいないと思うんですよね。以前、結構お勉強のできるですね、名門進学校で保護者向け講演したときに、とにかく子供が塾塾塾でですね、夜中まで塾ばっかり行ってるっていう、まあ、娘さんがいるっていうお父さんがいたんですけど、僕はまあ、あの、もちろん、 お子さんがね、いい大学目指して塾付けなのは、ご本人頑張ってると思うんですけど、お父さん、娘さんと一緒に住んで対話ができる人生って、もうほんのちょっとしか残ってないのに、すごいもったいないことしてますよって話はしました。あのご本人納得していただけたようです。その、まあ、娘さんであればねあの、嫁に行くという可能性も高いわけですし、そのずっと一緒にいられてもねっていう部分もな、なきにしもあらずということで、その親と子がべったり何かしてられる時間って本当に少ないんだよと。 まあ私結婚出産が遅かったもんで自分より年上の子供を持っているあまたの人からですね本当子供がちっちゃいうちに可愛がって可愛がって一緒にいて愛して愛して愛してあげないとあっという間にいなくなっちゃいますよってあっという間に大きくなっちゃって親なんか構ってもらえなくなりますよっていうのを自分より先に親になった年上の人間から嫌というほど聞かされてましたんでえ子供とは遊びまくっております。はい 生きてさえいればいいれば言葉だけ聞けば、そうかとか思うかもしれませんが、私にとってはこれは非常に身につまされた話でございまして、えー、僕の次男がですね生まれる前、出生前診断の段階から、えー、出産直後までですね命に関わる難病にかかってました、えー。今はほぼ完治してて、何の問題もなく健康で元気に生きてるんですが、まあ、正直生きるか死ぬかの瀬戸際まで行きました。もう本当にあのギリギリでした。なんで 自分の子供がそういうですね、正直もうあの、コウノドリとかテレビドラマ出れるほどのやばさでした。もう、ご本人のプライバシーがあるんで、あの病気については一切内容は語りませんが、まあ、とにかくそういうわけで私、自分の子供がですね、生きるか死ぬかっていう状況を体験しました。もう、生まれてば生まれてすぐですね、もう赤ちゃんの頃で。そういう状況で、もう本当にですね、私も精神力極限まで削られてたんですけど、まあ、今、ピンピンしてますけどね、べらべら喋るし。その次男がですね、 もう生きるか死ぬかというのを私、赤ちゃんの頃に体験させられまして、うちのこの次男坊に関しては、もうとにかく生きてさえいりゃいい。君はもう息だけ吸ってりゃ優勝だと気持ちでおりまして、もうですね、その、いい大学行けたのですね、医者なれたのですね、名古屋大入れたの、そんなこと言いませんと言いながら、まあ私もね、自分の子が中学高校ってなってくれば欲が出ちゃうのかもしれませんが、えー、皆さんも思い出していただきたいんですね、生まれる前、お子さんが生まれた頃、赤ちゃんの頃っていうのは、 みんな親はこうだったはずなんです。とにかくうちの子が元気で、健康で、生きてさえいればいい。それがですね、どうして名門中学入らなきゃ、名門高校、大学入らなきゃになっていってしまったんだろう。生きてさえいればいいんです、子供は。これをですね、やっぱりもう一回親は考えたいなと。この保護者の立場からしてですね、お子さんが第一志望の中学入れなかった、わかるんですが、もとにかく子供は生きてさえいればいいんです。 まあ、もちろんその後いろいろ欲が出るんですけどね。でもやっぱり僕は自分のそういう経験からもう本当にそう思ってます。ということでですね、2月20日にオンライン講演会やるんで、ぜひご参加くださいというふうに、まあ、お届けしておりまして、中学受験でお子さんが第一志望に受からなかった保護者のためのメッセージでした。ご清聴ありがとうございました。